ヨロモルガヌグヨロモルガヌグは、ウェールズの古物収集家、詩人、文学・元作者。ヨロは、ヨルワルスの指承示、ヨルワルスは、英語のエドワードに対応するウェールズ語の名前で、モルガヌグは、グラモーガンのウェールズ語による地名である。エドワード・ウィリアムズは、ウェールズのグラモーガン軍のスランカーファンに生まれ、家族が、フレミングストンに引っ越すとそこで石膏として、生活していた。 彼が主導して、銀遊詩人の儀式と哲学を再考したことは、ヨロモルガヌグとしての功績として語られる。彼の詩人としての詩は、ティルラースのシオン・ブラッド・オフォード。ヨロは、一般に、ウェールズで、最高の詩人と呼ばれるグイリムの、息子ダ・フィズの未発見の詩を最初に発見したことで、有名になった。実のところこれらの詩は元作だったのだが、100年以上に、わたって、 批判や注目に耐えた。この成功によりヨロは、ロンドンに移り、ウェールズ社会の代表者として、史上初のゴルセスズとなるゴルドド・ベアドド・イニース、プロダインを設立した。ヨロはその後も極めて多くの作品を発表して、古代のドルイドの伝統が、ローマ帝国の征服やキリスト教、エドワード一世による詩人の迫害などの逆境にも、 かかわらず、ウェールズに現存していると主張した。ヨロの思想は、キリスト教とアーサー王伝説の融合、ウィリアム・ブレイクやスコットランドの詩人、ジェームス・マクファーソンと同等の原子ロマン派、ケルトに関する古典復興の情熱、ウェールズ語の詩に現存する、銀遊詩人の遺産などがある。ヨロの目的には、北ウェールズが、ウェールズの伝統を最も色濃く受け継いでいるという。 定説に反して、南ウェールズ、特に故郷のグラモーガンのウェールズ文化をアピールすることも含まれていた。当時のロマン派の詩人が、多くそうであったように、生涯を通じて、アヘン中毒であった。このことが彼の精神状態に影響したとも、考えられる。ヨロは、ドルイド儀当書の著者でもある。これは、ゴルセッズと、ネオドルイディズム双方での必須の書となっている。 彼の刑事上学の概要は、アンヌー文から、アブレド・コイガンとグー・インフィドへ広がる、存在の同心園と呼ばれるものである。彼の著作の中には、ウェールズの陰律に関する評論であるシフリ・ニッチ、ベイアドド・イニス・プロダインがある。また、ウェールズのトライアドの別バージョンを偽作したこともある。カウブリッジにある、ウェールズ語学校のアスコール・エオロ・モルゲンヌグは、彼にちなんで名付けられた。 ありがとうございます。